お待たせしました、2番手に現れました。私たち松坂と通方面からやってきました、ネギロークと申します。ありがとうございます。いや嬉しいですね、今日はですねちょっとあのネギロック&ブーフィーズということで、ブーフィーズのドラムの人にちょっと助けていただいて、ネギロックは今年度で最初のステージになりますので、一生懸命頑張りたいと思います。皆さん心の準備よろしいでしょうか。ありがとうございます。それではネギロックいきます。1曲目ネギの上よ。結構年齢も高いので平均年齢が、去年あの
平均年齢計算したら48歳でネギロック48とか読んでたんですよ。まあ、アイドルバンドを目指そうかなと思って、ね、私も本当に言い切れてます。で、今日はなんか40分ぐらい持ち時間があるということなんですけども、ネギロックの場合は、ね、歌があんまりないので、しゃべり30分歌10分ぐらいこんな感じでしょうかなとか思って、本当にあの歌ないんです。まあ、でもオリジナルを一応作りまして、今日もちょっと CD をね、あの辺にさりげなくガルウィングスさんの、あの邪魔にならんようにこそこそさりげなく置いてありますが、あの1000円で売ってますので、もし気に入っていただいたら買っていただけたらと思います。そんな感じで、ネギロックオリジナル私が作詞をしまして、森本さんが、もっくんって言うんですけど、たまにもっくんって呼んでるとね、あの喜びますね。ちょっとこれで、ね、あの今帽子かぶってますけどね、ちょっとね、あの眩しいんですので、あのちょっとね、あの拝むとね、いいことがあるんですよ、ね、だから私もくに会うといつも手が合わせてね、あの拝んどくんです。あなたはね、あもくみたいな、友達よかったな、友達よかった。これでね、その眩しさもね、そんな気にならない。よかったよかった。そうね、そんなんで、最初に言うとか、もう年とかね、メンバーとか、いや、いいか、まあいいか。次の歌は、なんか喋ってない。いいの今日は。いいよ。お葬に来て。そういう感じやな。よろしいね。あのネギロック、今日初めての人って言っています？はい、あの残念ですね。すみませんね。誰に流されるか知らんけどね。きっとマスターに流されるね。あのすぐ終わりますので、ご辛抱くださいね。はい。こんなもんでやっちゃうか。すみません。はい、で次の歌は、ネギロックの中ではこれちょっと結構有名な歌で、皆さん全然知らんと思うんですけど、ネギロックの中では有名な、あれお兄さん、見下してませんか。今日は初めて違います、2回目ぐらい。あれやろ、あれ、そう なんあれって、なんあれ、これやろ、賞もらったやつ。あ、このお姉さんもよく知っとるわ。それとか、なんかあれやろとか適当な人おりません、このお客さん、ええ加減なお客さん。あの、いや、それ、本当にそれ、気持ちは一緒、多分聞いたかったやっぱり、ね、じゃあ、どれやろ、あれとかさ、それとかも、大変なの。そう、あの、本当にね、ね、ご飯のね、あれでしょ、ね、何のび玉、のび玉の歌。何やびっくりの、本当に前はあのご飯のね、あの上にご飯っていうか、あの昔はね、食卓の上にあの灰が寄ってくるのにこのかぶせる網ありましたけど、すいません、あ、まあ、お嬢さん方はちょっとお若いんで、あのちょっと違うか知らないか分かりませんけど、え、あ、そうそれ、うん、それで、それが欲しかったんやけど、なんか名前がわからんなんで、ちゃんと聞いとってな、ちゃんと人の話ね、名前がわからん、わからん、そうだよ、綺麗な人に怒らへんから、次あなた、もうちょっとなんか喋ってもらおう、私も疲れるね、自分一人だけ喋ったの、偉いね、喋らんないのにな、ね、その、ね、言うても説明それ、ちょっと息切れてきた、はい、それ名前がわからんなんですよ、そう、こんなすぐに入っちゃって出てくる中、すごいな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 、兄弟みたいやないですか。いや、そう、私もね、去年のビッグニュースで、あのついに私もおばあちゃんになりました、孫が生まれたんですね。みんなびっくりするんですよ、おや、かわいさん、いくつなんって言うんで、いくつやと思います、年齢当てクイズしましょうか、ねえ、マスター、マスターと変わらへんの、本当に、そうしね、マスターがまだ若いよ、私は、ね、本当に、そんなんでね、あの、こんなにおばあちゃんでもこんなに可愛く、こんな短いの履いて、やれるということをね、あの体を張って、私、頑張ってますんで、ありがとうございます。優しいお客さんに囲まれて今日は幸せですね、ヒロ君。はい、拝聴が何やったの、拝聴、そう、拝聴が、えらい、なんかため子や、今のなんかお友達になりたい感じ、やっぱりめっちゃ私仲良くなりたいじゃん、なんかね、この人好き、もう、そう、拝聴、うん、その終わったらそれちょっとその話しようにな、うん、面白いわそれ、そう、それの歌、名前がわからんのでこれぐらいって言うんですよね、ね、お兄さん、うちのファンの人、あれ3人、あのうちのね、
あのね、追っかけ、親衛隊、ね、伊勢から来てくれたんですよ、ね、すごいですよね、本当にね、いつになったらって始まるの、もう、ね、はい、まあ、よろしいね、もしたら心の準備は、はい、では、いきます、その歌です、その歌です、これこれ。